それでは、多田がこの表題の論文について紹介いたします。この論文は、今度ある EMNLP にアクセプトされている論文になります。アブストラクトです。複雑な推論タスクでは、数字をこうどうやって扱ってあげるか、どうやって理解してあげるかっていうのが、重要になると、この論文ではされていて、現在の NLP のモデル、いろいろあると思うんですけど、テキスト内の数値を、他のトークンと、同じように扱っているよねっていうことで、この論文では、数値推論が含まれる、タスクっていうのがあるんですけど、それのステートオブジャートモデルの、アウトプットですね、精度とエラーとかを細かく見て、数値をどう今現状扱っていて、どうやって扱うのがいいのかっていうのを調査しています。で、導入なんですが、既存のモデルっていうのは、複雑な推論、特に数値の推論を行うことができないとこの論文ではしています。で、最近いくつかデータセットが出ていて、そういったそれらは、数値の比較だったり相当だったり、そういった数字を数字として扱ってあげることが必要な例っていうのが含まれているようです。で、最初のステップとして、数値の、代償関係とか、そういったもの、表記も表記であって、数字で書くのか、アルファベットで書くのか等あるんですけど、そういったものをちゃんと、把握してあげる必要があるよねっていうことを知っています。で、既存のリューラルモデル、ここでは扱うデータセットのステートオブジャートモデル、先ほども触れたんですけどが、どのように、数値を学習しているかっていうのを調査したよっていう論文になります。で、まずデータセットについてなんですが、このドロップデータセットっていうのが、数値推論が必要になる、データセットになりまして、 QA タスクになりまして、カウントだったり相当だったり加算とかそういったものが必要になる、データセットです。で、今回、使うモデルは、NAQNet っていう、昨年 Google が出した QANet の、よりこう数値とかを使ってあげるように拡張してあげたモデルのようなんですけど、それを使ってあげるってことになります。で、このモデルは、特に、数値の大きさを明確にこう扱ってあげたり、明確に、比較するコンポーネントがあったりっていうのはないということです。で、計算能力を、必要とする質問、比較の質問と、これ、最上級ってしたんですけど、他のと比べて、一番多かったり一番少なかったり、それだけ、値が、大きいっていうようなものを見てあげるっていうような質問っていうのに、フォーカスしてみようっていうことです。で、これは、ドロップデータセットの一例になりまして、左、色分けになっているので質問と、分かりやすいんですけど、論文はこれそのままなんですけど、こう数値とかいっぱい出てくる中で、それに質問に対して、答えてあげるっていうようなデータセットになってます。で、ただドロップデータセットは、そういったものだけは使っているわけではないので、その、ドロップデータセットの、バリデーションセットを、比較と、あと、最上級大きいものだったり小さいものを選んできてあげるっていうものの、質問というか、そのペアというかを、フィルタリングしてあげて、今回の、実験では使っていきます。で、今回、区分としては4つの、クエスチョンタイプっていうのを挙げていて、バイナリー、どっちかっていうのとかだったり、なんですけど、他のよりこういいとか悪いとかだったり、そうですね、この右側に書いてあるものを、見ていくような、タスクになります。で、これが、先ほどの、接続ジャートモデルであった結果になりまして、
こう比較的に、高い数値を出していっているんですけど、比較の、質問の、ノンバイナリー、っていう部分で、あまり数値がよくいい数字が出てないということで、で、まあ、これは、まあ、複数の手順が必要となるタスクということで、まあ、そもそもタスクはちょっと難しいっていうことを挙げています。で、さっきに1個前のやつの例だと、まあ、20ヤード以上の、タッチダウンを決めた選手は誰だみたいな、で、これを、残りの答えを出すには、まあ、タッチダウンの距離を全部出してきて20ヤードを超えてでタッチダウンしたプレイヤーみたいな、こういった複数の手順でこう答えを持ってくる必要があって、まあ、ちょっと難しいとしています。でこれ先ほど挙げた例でもあるんですけど、これは、先ほど挙げた NQA ネットで正しく回答された例の一部ってことで、まあ、割と、これだけ長い文章で、まあ、数字がいっぱい出てきたり、名前も複数出てきたりする中で、まあ、ちゃんと回答できてる、結構できてるよっていうのを、調べてました。で、まあ、できる例がある一方で、まあ、できない例もあるということで、まあ、どこまでできるのかっていうのを ここからストレステストをしていくということで、であのデータセット内に出てくる、まあ、数字、まあ、いろいろ先ほどもあったんですけど出てくるんですけど、それを大きい数字にしてあげたり、表記を数字から、単語の、数字にしてあげたりっていうので、まあ、そういった風に変えるとどんな風に変わっていくのかっていうのを見ていきます。で、まあ、上にもあるんですが、これ書いてるままなんですけど、まあ、大きい数字っていうのは、まあ、正のランダムの数字を生成して、まあ、文の中のメタ数字にかけてあげたり足してあげたりして大きい数を出していきます。で、下のは、まあ、そのままで数字を、単語に、アルファベットの数字に書いてあげるっていうことになります。で、まあ、ドロップ内データセットの、数値っていうの出てくる数値っていうのが、そんな大きくないということで、範囲をまあ0から100でやっています。で、これが、結果になりまして、まあ、数を大きくしたり、まあ、数字を、10、まあ、数字から、単語にしてあげたりっていうので、数字が明確に下がるっていうのがここで示されています。で、ただ、出てくる範囲内では、の、数字は先ほどの例でも、まあ、ここでもそんなに下がってなかったっていうので、まあ、論文では、まあ、トレーニング範囲内に出てくる数値っていうのはよく理解しているんじゃないっていうふうに示していて、まあ、ただ一方で、まあ、出てこないものに関してはやっぱりうまくいかない、データトレーニングデータに依存しているんじゃないかっていうふうに言っています。で、まあ、そういったこともあったんですけど、まあ、先ほどの、回答例もあった通り、まあ、このモデルっていうのは、まあ、予想筆者らの予想以上にこう数値推論機能っていうのをちゃんと備えてたっていうことが分かったっていうことで、まあ、ただ、この、先ほども触れたんですけど明確な、コンポーネントが等があるわけではないので、この精度を可能にするものは何なのかっていうのをここから見ていきたいと見て、調査していきます。で、結果はすいません、先ほどの、QA の、例だったり、まあ、まあ、全体のスコアだったりっていうので結果からはモデルは、まあ、比較だったり、質問と回答の、まあ、教師データから、まあ、数字の、まあ、数字を、まあ、ちゃんと扱えてるっていうのが、まあ、そういったものを学習できてるっていうことが、分かるんですが、まあ、数字情報っていうのはトークン、まあ、トレーニングデータの埋め込みだけ、トークン埋め込みだけなので、なので、まあ、NQA ネットモデルの、内にこう入っている、まあ、文字の畳み、文字レベルの畳み込みと、まあ、グローブの埋め込みだけを情報にして、これらが学習できているということで、じゃあ、これらの埋め込みについて、まあ、調査しようということで、ここから実験をしていきます。で、
そういったもの、先ほど触れた数字っていうものを扱う、こうどれだけ扱えてるのか、どれだけ学習できてるのかとか、どうやってどのように学習できてるのかっていうのを見るために、ここでは、3つのタスクを、実施していきます。分散、まあ、トークンというか、エンベディングごとに、実施していきます。で、一番左は、ゴチですね。5つ与えられた中での、まあ、5クラス与えられた中で、まあ、最大のものを、取ってくる。で、真ん中のは、入れた数字を、デコーディングですね。なんですけど、ターゲットの数字を当てに行くというか、入ったものをちゃんと出せるかというか、ちゃんと得られるかというか。で、一番右は、2つの数字の、足し算がちゃんとできるかっていうようなものを見ていきます。で、ここで、トレーニングについてのなんですが、今回、先ほど、トレーニングデータ外のものだと弱くなるみたいなのがあったんですけど、とりあえず、トレーニング範囲内での値を見ていきます。けど、最初に範囲指定してあげて、その指定の範囲内の数字のやつもので、データシャッフルして、分割してってやっていきます。で、これが、結果なんですけど、その数値の値をそのまま、埋め込み表現の値にしてあげた、かなりシンプルな、というか、直接的なものだと、狭い範囲のレンジで、精度が良くて、逆にこう幅が広くなっていくと精度が落ちていきます。で、逆にと言いますか、文字レベルの、キャラクターの、CNN でやった時には、レンジが広くなっても、精度落ちないというか、そうですね、精度が他のモデルより落ちない、むしろいいっていうような結果になっています。で、BERTで、スコアがあまり良くないっていうのがあって、でこれは、シチャラは、サバードピースとかサバードを扱う手法が、数字を扱うのには、不適切だったんじゃないかと、言っています。で、次に、ここでは、数字の、0から何かっていう、ものを見たんですけど、ここでは、アルファベットで書いた数字についてのものになっていて、で、ここの実験では、プリトリンモデル、事前にトークンで学習した、エンベディングのモデルが、との、3つのタスクを通していいっていうふうになっていて、さっきとちょっと傾向が違う感じになっています。で、これは、フロートですね。さっきは、整数だけだったんですけど、フロートにしたのと、負の数を入れたのというのがあって、で、ワード2ベックとグローブは、アドブボキャブラリー関係で、フロートのレンジの方は見てないっていうふうになります。で、先ほどと一緒なんですけど、バートの方は、サバートピースの影響で、イシャラは言っているんですが、あまり良くない。むしろエルモの方が、数を扱うには、数値が高い。そうですね、よりこう数値を学習できているというような結果になりました。で、先ほどの、図ですね、冒頭の NLQ、ANET ので外部のデータを使うと、数値が下がる外部のデータというかトレーニングに出てこない数値出てこない範囲の数値をに対しては、あまり良くないという結果が得られたということで、ここから、トレーニングにないトレーニングの範囲外の、値での実験をしていきます。で、トレーニングは、0から150でテストが、ここにある通りですね、
151から160、151から180、151から200と3つでやっていきます。でまずリストマキシマム、まあ、最大値を得るタスクでやっていきます。でやはり範囲外になるので、まあ、先ほどの結果からも想定できるんですが、全ての手法で精度が、かなり下がる。で特に、まあ、プリトレーニングモデル、まあ、トークンレベルのモデルで、まあ、かなり、著しく精度が下がるというような結果が得られました。で、次に、デコーディングと、デコーディングと足し算と、さっき3つあった右の2つですね。でここでは、トレーニングをマイナス150から、50、まあ、図の青ですね。でテストが、すいません、マイナス2000から2000、マイナスですね、あれの、で、実験をした結果です。で横軸が、まあ、インプットで、縦軸が、まあ、プレディクテッド、予想したっていうか、プレディクテッドの値ですね。はい。で、まあ、どの埋め込み手法、まあ、3つやってるんですけども、まあ、範囲外の、値っていうのには、対応できてない。まあ、むしろ、まあ、むしろというか、そうですね、むしろ全然こうものによって違うんですけど、もう全然ブレていったり、するような、結果が出ています。で、まあ、ただ、トレーニング内のものに関しては、まあ、バーとちょっと揺れてるんですけど、まあ、大体他のもの、まあ、ちゃんときれいに取れてる傾向が見て取れます。はい。でここで、先行研究についてしたら触れていて、この先行研究でもモデルがトレーニング範囲外への、まあ、の値、対応が難しいっていうふうに触れていて、まあ、これも論文の、主張と一致するよねって言っていて、でこの先行研究ではこの、現象っていうのはニューラルモデル自体の起因、ニューラルモデル自体を起因している、問題というか事象であると、考察していると、触れていました。で、まあ、最後に、範囲外の値っていうのを、トレーニングデータに補ってあげる、まあ、他のタスクとかでも疑似データいっぱいある、疑似データを、使ってトレーニングデータ拡張してあげるっていうのがいっぱいあると思うんですけど、ここでもやっていて、で、疑似データの拡張の仕方は、さっきこうランダムで整数作ってかけてあげたり足してあげたりっていうのだったと思うんですけど、トレーニングデータを、コピーして、あ、コピーっていうか複製してあげて、その、複製したものに対して、まあ、そういった大きい値を、数字を大きくしてあげるというような形で、データの拡張を行っています。で、まあ、トレーニングデータに出てくるので、まあ、そうだろうなというのはあるんですけど、まあ、狙った通りにちゃんと精度が上がっているよというのをここで示しています。コンクルージョンです。この論文では、ドロップデータセットっていうのを用いて、まあ、既存のステートオブジェクトモデルの、数字の、まあ、数字をどう学習できているかっていうのを調査しています。でプレートインモデル、まあ、ワダズベックとかいろいろ実験したんですけどっていうのは、まあ、単語から数字だったり、まあ、数字を扱うのに、割とこう適しているんじゃないかっていうのが確認できました。でまた、トレーニングデータ外の値を、まあ、ニューラルモデルで、推定したり扱ってあげるっていうのはやっぱり難しいよねと、この論文ではしています。以上で、分岐書変わります。